優秀ってのも考えものさ。力を持てば孤立もするし、傲慢にもなってくる。互いを信じることができない、それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。そいつは一人やったくらいじゃ無理もそうだね。今回のような連中を世界中から全て殺し尽くす、そんなことがもしできたら叶うかもしれんか。世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりするけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。なぜ戦う、その方に勝ち目はない。死に急ぐことはあるのに。見た目や思い込みだけで人を判断しない方が。愛情があるからこそ犠牲が生まれ、憎しみが生まれ、痛みを知ることができる。無力が悪だというのに力は正義なのか。敵の意志をくじく、戦う意志、立ち上がる意志、抗う意志、悟らせてやるわ。お前の努力と自信、いかに無意味なものかをな。おい、お前たち恥ずかしくないのか、祖先に。恥ずかしくないのか、子孫に。お前たち国は欲しくないか、両手食いて死ぬか、走って夢見て死ぬか、どちらにする。一つてめえに教えといてやる。別なのは諦めねえど根性だ。ふざけんな、師匠。俺の先生を、俺の仲間を、俺の里をお前をぶっ倒せ。